ロンデルバー・ソロミューは、クレナダ・セント・パトリック教区出身で短距離走が、専門の陸上競技選手。2011年テグ世界選手権、男子400メートルのファイナリストである。陸上競技は、高校生になってから始め、ジュニア時代には2008年カリフタ・ゲームズ男子400メートルで、金メダル獲得、2008年世界ジュニア選手権、男子400メートルで準決勝進出。 2009年、パンアメリカンジュニア選手権、男子400メートルで、銅メダル獲得など活躍。若干19歳で2009年ベルリン世界選手権、男子400メートルにも出場を果たしたが予選で、敗退した。サウスプレインズ大学時代には2010年、全米短期大学選手権で2冠2011年、全米短期大学室内選手権で2冠2011年、 全米短期大学選手権で3冠を達成するなど活躍。2011年4月2日には400メートルで自身初の44秒台となる44秒65をマーク。2011年6月11日のダイヤモンドリーグアディダスグランプリ男子400メートルでプロデビューを果たした。同年8月のテグ世界選手権。 男子400メートルに出場すると、予選を44秒82の組1着、準決勝を45秒17の組3着で、それぞれ突破。同胞のキラニ・ジェームスと共に決勝に進出し、グレナダ勢としては2003年パリ大会のアレーン、フランシク以来、この種目で7年ぶりのファイナリストとなった。2012年にハムストリングスを負傷し、以降は怪我に苦しめられている。 記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは、追い風、タイは向かい風を意味する。ありがとうございます。